やあ、ぶっちゃ、これからブラッと街行かね。コバト、今日はずいぶんご機嫌だな。授業をサボって歩く真っ昼間の街ってのは控えめに言って最高なんだよ。ま、お前には分かんねえだろうけどな、現実じゃこんな気分で街なんか歩けねえからな。周りがみんな俺より幸福そうに見えやがる。ここはいいぜ。こんな世界に呼ばれるのなんて似たようなダメ人間ばっかだろ。安心するわ。メビウスに呼ばれた初代帰宅部たちは立派他の人物だったと母に聞いたぞ。怪しいもんだぜ、バーチャドールの人物表なんてよ。それに俺はそいつらにもムカついてんだ。その初代帰宅部とやらは大層なドラマがあったんだろうな。俺みたいなモブはそいつらが現実に帰るための戦いしてる間、のんきに夢見てチャランポランに暮らしてたわけだ。俺と同じ時間をメビウスで過ごしても何かを現実に持って帰ったんだろうぜ、そいつらは。その点俺は知らない間に囚われて、知らない間に帰らされて、ただ時間を失っただけ。そういう奴らがいっぱいいんのに。メビウスを美談にするつもりならやっぱ気に入らねえぜ俺は。お前の言う通りだ、キーの配慮が足りなかった。はあ、悪い部長、やっぱ俺帰るわ。コバト、はあ、なあ部長、キーはまたコバトにデリカシーのないことを言っただろうか。これでも一応コバトが怒る理由は理解しているつもりだ。キーは母を尊敬している。一方的に罵られればそりゃ腹も立つ。だがコバトが失った時間は、母とキーがどんなに力を尽くしても取り戻せない。あいつが怒るのも当然だ。許してくれというのは難しいだろう。しかし、慰めてくれてありがとうな。最近はな、せめてお前との時間くらいは楽しく過ごしてほしいと思ってる。キーが何を言ってもコバトには届かないかもしれないが、はわざわざ呼び出して何の用？もし変な慰めを言うつもりならやめてほしいんだけど、この前のは気の迷いだから、正直忘れてほしい。違う違う、竜と一緒にパトロールするぞ。は？ちょっと部長。何やってんだあいつら、なんで隠れんの？
いいからいいから、音拾うぞ。ねえキリコちゃん、戦闘の時の立ち回りなんだけど、この前の練習の時にね。ああそうですね、多分射線を切ること意識した方がいいかも。遠距離使うやつの時に対応できないから。その時は俺が受けに行った方がいいですかね。網木ほどではないですか、多少打たれ強いですし。銀先輩はどう思います？ニコの回復のタイミング、やっぱ優先順位決めた方がいいんじゃないかな。誰から回復するってルール決めとけば僕たちも準備ができるし。あ、いやしかしそれでは多種多様な攻撃をしてくる相手に対応できないのでは。じゃあサインとか決めときますか。ティーズならゴンタ先輩から回復みたいな。あれ、意外といいかもしれませんね、それ。ったく、必要ねえっつーの、特訓なんて。もともと俺強えし。あれ、いいんすか、竜と見返せないっすよ。いいわけねえだろ。ムカつくわあのチビ。素直じゃないですね。ポッポ先輩が一番内緒で集まろうっていう空気出してたのに。チビちゃんにできない奴ら扱いされてんのもムカつくだろうか。そうですね、彼に戦術理解で劣っているのは事実ですが、見損なわれっぱなしも格好がつきませんし。そうそう、少年に大人の底力見せてやんなきゃ。そうですそうです、バッチリ連携取ってリュウ君をギャフンと言わせましょう。そうだよね、リュウトちゃんに負担がかかっているところもあるし、頑張らせちゃってるもんね。リュウト君わざと憎まれ役を買うところがありますし、そんな役回りをさせないようにしないと。ったく、そういうとこ子供なんだよな。やっぱり見返してやんないとね、コバトさん。足りめえだ、俺たちダメな大人なりに意地があんだからよ。コバト先輩と同じダメな大人枠にされたくないな。嘘だろキリちゃん。仲良しだね。マジでやってんの、秘密特訓ってやつ。あんたたちって本当、しかも俺を見返すためってさ、やることのスケール小さすぎるだろ。世界を救おうとしてんじゃないのかよ。ったく、しょうがないバカだな。知らないよそんなの、自分じゃ自分の顔は見えないし。おい、ニヤニヤするのやめろよ。ああもう本当にバカバカしい、無駄が多すぎて笑っちゃうな。戦術なら俺に聞けばいいじゃないか。俺を見返すためか、意地だけでそんなこと。きっと帰宅部の奴らはお前よりバカだから、未来のことも見えてないんだよ。キーも含めて帰宅部は弱くてダメだから、みんなで身を寄せ合ってるんだよな。あいつらも怖くて臆病なんだ、自分の不安も後悔も口に出す勇気はないけれど、お互い悩みがあってそれぞれ戦ってて、だからこそ互いに勇気づけられている。キーは最近そんな関係がとても美しく見えるんだ。リュートほどいろんなものが見えてないかもしれないけど、戦ってるぞあいつらも。なあ部長、生きることはやっぱ怖いことだよ。俺にとって生きるってことは先細っていくことで、無限の可能性をただの一にする行為だ。そんなことを考えながら生きていくのは耐えられないと思ってた。人生の失敗が怖すぎたんだ。でもそんな悩みバカらしくなるよな。人生失敗したはずの大人たちがあんなに楽しそうにやってんだからさ、
ああ、くそ。なんか、不思議とかっこよく見えちゃってるよ。あんな大人になるのも、悪くないと思っちゃって。はあ、キーもそう思うぞ。それに、何なんだよ。あんな奴らに子供扱いされる俺ってさ。ああ、かっこ悪い。Thank you.
新しい世界へようこそ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 新しい世界へようこ